さあ、最終コーナー回り最終直線、シュバルグランが仕掛けた。届くか届くか。帰ろう。僕ですか。心配。あ、その、すみません。大丈夫です。僕は大丈夫なので。では。昨日のあの逃げ方、やっぱりないよな。ただ気にかけてくれてただけなのに。っていうか、見知らぬトレーナーさんを心配させちゃうほど、今の僕、余裕なく見えるんだ。シュバジいた。相変わらずマイペースなんだから。今夜はホームパーティーってママが言ってたじゃない。みんな待ってるよ。シュバチも早く制服に着替えてさ、3人でお披露目しようよ。別に僕がいなくたって2人さえいれば十分だよ。そんなことないもん。シュバチが来なきゃみんながっかりだよ。学園での話とかも聞きたいって言ってたし。学園での話ってことはレースの話とか夢とか聞かれたりするのかな。僕はいい、行かない。え、なんで？行きたくないから。うん、やだ。シュバチもいなきゃやだ。お姉ちゃんからも説得してよ。ま、そういう日もあるわよね。みんなには適当に言っとくわ。さ、ビブロス行きましょう。ごちそうがなくなっちゃう。もう、わかったよ。ごめん、きっと二人みたいに明るい顔で学校の話なんかできない。夢の話なんか聞かれたりしたら何も言えなくなる。僕も彼女のようになりたい。何があってもくじけず自ら喝采を奪い取れるような、彼女のような偉大な馬娘に。昔は胸を張って話せた。でも今は、本当ダメだな僕。早く帰らなきゃ。帰りたくないな。